製氷機が壊れてしまいました。で、もう修理自分でやったんですけど、まあ、ちょっと今どういう状態になってるかお見せしたいと思います。これは星崎の、製氷機です。星崎、まあ厨房機器の星崎ですね。で今こうやって開けて、まあ壊れた時は何が原因かな、ちょっと一回これを分かんないと思うんですけど、開けてみましょう。僕も分かりませんでした。でこういうふうにカバーを取って、あとはまあこれ自分でも備忘録、また壊れた時のために、ちょっと録画してます。こうやってやると、なんていうのかな、中の部品が外れます。ちょっと硬いんですけど、半ば強引に、そうするとこうやって出てきます。中の、内臓ですね。はい。でちょっと明かりを照らします。何がいけなかったかちょっと今回のよく説明します。ちょっとお待ちください。ライトを当てます。でですね、製氷機ってここの、ご存知の方もいると思うんですけど、ここのビャーンってこう水が今出てきてますね。これ水がビャーって出てきてるんですけど、ここのところに水が溜まって、まあ水が流れてるんでしょうね。あのそうこう溜まって氷ができるんでしょうね。冷たいところに水がビャーって流れて、でここにバネがこれあります。こういう風に見えますか。このバネが今回切れてたんですよ。で切れてたのがこれです。でここにこうやってつながるバネなんですけども、つなげて直したんですが、このこっちとこっち、こっちもこういう状態なんですけど、これが切れてたんですね。なのでこれがこの、なんていうんですかね、お皿っていう呼んでたんですけど、あの星崎のメンテナンスの方は、メンテナンスの方とちょっと話したんですけど、お店には来てもらってないです。で YouTube 見てどうなってるか、あとちょっと詳しい方に聞いて、部品だけ星崎に取り合わせて直しました。ここに バネがついてるんですけど、これを下げるときはちょっとリセットボタンを押しますね。下にリセットボタン、ここにリセットがあるので、リセットボタンをクッと押すと、すいませんちょっと画像乱れてると思うんですけど、リセットを押すと今多分これでグーッと下がってくるんじゃないかな。止まって、ほら下がってきましたよね。今いい感じです。下がってきました。これです、これ、ここです。ここが今回こういう風に切れてました。ここがたったこれだけのことで氷が少しもできませんでした。はい、こんな、この部品がビローンってなってたんです。こうやってですけども、これ修理してちょっと忘れないように動画撮っとこうと思って今やってます。ただこれだけのことで氷ができなかったんです。でこうやって戻っていきますよね。この動作をするようにしてあげれば氷を作ってくれるので、まあ YouTube でも今どうやって氷ができるかっていうのもあのいろいろ見れますから、まあ冷蔵庫とか壊れた時もそういう YouTube とか見て、チャレンジするのもいいと思います。
はい、で、まあこれはもう正常に今部品を交換しましたので、まあこうやって取り付けてまた元に戻せば氷が作れると。で一番ということです。じゃあちょっとこれ最後まで取り付けますね。こんなのね簡単ですから。ただし一応リースとか皆さんやってらっしゃると思うんですけど、リースやってる例えば星崎だったら台湾だったら台湾のリースやってるとか、星崎だったら星崎のリースやってるとか、リースのものだったらただでっていうかリース代のメンテナンス料も入ってるんで必要ないと思います。で入ってないものがあったらそのリースやってる会社にのとメンテナンスサービスマンにどういう風にしたら治るかっていうのを聞いて、まあ仲良くなってですよ、そしたら多分教えてくれると思うんで、ここはこういう風にな状態だと良くないですね、この部品変えてくださいとか、そうしたら多分すごくね経費を抑えられると思います。出張すると1回来るのでまあ1万円で、工賃でまあさらに1万円とか軽く2万円ぐらい、取られてしまうので、やってみるのはいかがでしょう。まあ、こういったバネ一つ部品一つで治ったんで、これももうちょっとできてきましたから、ちょっとずつねこうやってほらできてきたんで本当に胸をなで下ろしてます。はい、まあ何かそうですね、冷蔵庫とか洗浄機とか自分で、ちょっと修理するのをチャレンジしてみるのも、いいものだなっていうふうに